還付により保証金不足。宅建業者は保証協会から通知を受けた日から2週間以内に納付する義務。納付しないと保証協会の社員たる地位を失う。社員たる地位を失ったときは1週間以内に営業保証金を供託する義務あり。宅建業者は保証協会から通知を受けた日から2週間以内に納付する義務。納付しないと保証協会の社員たる地位を失う。社員たる地位を失ったときは1週間以内に営業保証金を供託する義務あり。